クールバンディット始まるよ。さあ今回も2021年に撮影した昆虫たちの動画後編をお送りしていきます。後半戦トップバッターは赤い将軍赤立て派。赤立て派もこのまま成虫の姿で冬を越していきます。少し薄暗い木陰の地面にひときわ映えるのはオレンジ色の綺麗な蝶々赤しじみ。そんな赤しじみにゴマを振ってみました。こちら占み赤しじみ、後ほど登場いたしますが、無紋赤しじみと合わせて3種類の赤しじみ特集を組んでおります。気になる方はご覧になってみてください。前半から昆虫たちに大人気のヒメジオンの蜜を吸っているのはフタスジチョウ。タテハチョウ科の蝶々です。前半最後を飾ったミスジチョウよりも1本筋が少ないので、ミスジじゃなくてフタスジチョウです。わかりやすい名前ですね。木陰でひっそりと休んでいるのはヒオドシチョウ。その名前の由来は甲冑の製造様式、赤い色のおどしを使ったヒオドシの鎧。その名前の由来となった表面、今回は撮影できませんでした。残念。こちら里キマダラ日陰。日陰の名前の通り日陰でゆっくり一休み。そっくりな蝶々で山キマダラ日陰という蝶々もいますが、まだ撮影できておりません。ちなみにジャノメ蝶科の仲間です。そのジャノメ蝶の仲間の名前になっているジャノメ蝶、こちらオスのジャノメ蝶が山ぶどうの葉っぱの上で一休み。羽を広げるとこんな感じ。夏になりますといろいろな昆虫に食べられたんでしょうか、穴ぼこだらけになっているフキの葉っぱの上で休んでいるのはオナガシジミ。前半に登場した水色オナガシジミとフォルムはそっくりですが、模様がちょっと違いますね。ヨモギの葉っぱの上で一休み中はモイワサナエ。個人的にはなかなか出会う機会の少ないトンボです。さあ緑にひときわ映える濃いオレンジ色、大型のシジミ蝶無紋赤シジミ。先ほど紹介した赤シジミ、占み赤シジミと並ぶ赤シジミ属の総大将といったところの風格でしょうか。さあこちらカナブンやカブトムシといった仲間たちの親玉になるんでしょうかね。分類学上はちっちゃいけれど綺麗に輝くコガネムシ。綺麗なんですけども、植物の根を食べるために園芸家には大敵の虫とも言われております。さあそのコガネムシ科の甲虫の中の親分登場ですね。カブトムシ。そしてこちらはミヤマクワガタが木の幹を下っていますね。この木いっぱいいるんですよ。これがまた一匹いましたが、こちらでも交尾中のミヤマクワガタ。そしてこちらにもカブトムシ。少年の頃はこのような木を見つけるともうそれは宝物を発見したような気分でしたね。でもその気持ちは今もあまり変わりませんね。ワクワクしながらいろんなクワガタ、カブトムシの姿を夢中で撮影していました。前編のスジクワガタのところでも紹介したんですが、意外とね、喧嘩しないんですよね。今も交尾中のオスの横を一匹オスのミヤマクワガタ通ってましたが、ほぼ無視でしたね。そしてその横を登っていくのはノコギリクワガタ。なんとなくカブトムシ、クワガタというと戦いのイメージ強いんですけれども、意外と平和に暮らしているなというのが私の撮影している時の印象ですね。そしてこのカブトムシはもともと元来北海道には生息していなかったんですが、
ペットのカブトムシを逃がしたのか、それとも逃げ出したのか、今ではすっかり北海道に定着しております。セリ科の植物、オーバセンキューの花を食べているのはマメコガネ。こちらもコガネムシの仲間です。さあ、その花の隣で蜜を集めているのは、こちら危険な色合い、スズメバチの仲間。小型スズメバチ。色合いはオオスズメバチにそっくりですが、若干小型です。ただ、攻撃性が強いので、結構危険な蜂ですね。これ、うちの前で巣を作り始めていたので、大変申し訳ないんですが、駆除させていただきました。もうちょっとで刺されるところでした。これ一見してね、本州の方が見ると、うん、ゴキブリなんて思っちゃうような触角の長い昆虫がいますが、こちら、ウスバカミキリというカミキリムシの仲間です。ちなみに北海道には今のところ黒ゴキブリは生息していないはずです。クサギの花の蜜を吸っているのは夏型のミヤマカラスアゲハ。春に登場したミヤマカラスアゲハよりもかなり大型の蝶々となり、その大きさは日本最大級の部類に入ります。私の住んでいるところではそれほど珍しくはないのですが、やはり綺麗ですね。前半の動画にも登場していたヒョウモンチョウの仲間、こちら、ウラギンスジヒョウモン。前半に登場したオオウラギンスジヒョウモンとそっくりな蝶々です。小枝のような色をしているこちら、オツネントンボ、イトトンボの仲間です。トンボの仲間としては珍しく、この成虫の姿で冬を越します。超える年のトンボと書いて、オツネントンボ。オオハンゴンソウの上の飾り物みたく動かないのは、羽長イナゴ。なかなか飛ぶのも達者なバッタなんですけれども、この日はじっとして動きませんでした。キリギリスの声が聞こえてきました。北海道の夏もほぼほぼ終わり、秋へと向かって季節が進んでいきます。そんな中、赤く美しい、こちら、ミヤマアカネ、オスのトンボですね。このミヤマアカネのオスは、成熟する前は地味な茶色をしているんですが、このように赤く色づいてくると非常に綺麗な赤い色。美しいですね。尻尾を立ててメスにアピールしてるんでしょうか？こちら、花の蜜を吸っているのはモンキチョウ。結構そこら中に飛んでいます。こちら、白っぽい色をしているのでメスのモンキチョウですね。マメ科の植物を食べて過ごします。赤ツメクサや白ツメクサなどによく卵を産んでいる姿を見かけますね。木の上で縄張りを主張しているのは夏のキアゲハ。こちらオスですね。隣には緑シジミがいます。こちらメスのキアゲハ。夏のキアゲハのメスは黒っぽく見えることが多いんですが、このメスは比較的模様くっきりしてますね。まだ羽もそれほど傷んでないので、産卵はこれからなんでしょうか。一生懸命エネルギーを蓄えるように花の蜜を集めていますね。前編の動画にも登場していたベニシジミ。こちら夏のベニシジミですね。羽を開いた色合いは若干黒ずんでいて、春よりも地味な印象を受けます。こんな感じ。2匹揃って日向ぼっこですかね。こちらもちょっと危険な色合い、危険なフォルム、スズメバチに似ています。でもこのハチはスズメバチの仲間ではありません。オオフタオビドロバチというドロバチの仲間。なんとなくスズメバチっぽい色してますけれども、このハチはおとなしいハチで、そうそう人を襲うことはありません。さあ、枝に止まっているのは空中の王者、オニヤンマの登場です。
威風堂々、黒と黄色の模様がかっこいいですね。そしてこの魅力的なエメラルドグリーンの瞳。オニヤンマはこのヤンマ科のトンボの中でもこのように止まることが多いので撮影しやすいんですけれども、トンボが飛んでいるところを撮るのは非常に動画としては難しかったので、ちょっと静止画で捉えてみました。ご覧ください。はい、オニヤンマくん、いずれ特集を組んでみようと思います。はい、またまた登場はシイタテハくん。ボロボロに見えますが、最初からこういう羽です。季節がどんどん秋に近づいてくると、こういったトンボたちの姿が目立つようになってきますね。こちらはノシメトンボ、羽の先が黒いのが特徴です。赤トンボといえばこんな感じ。夏茜と並んでその赤トンボを代表するようなトンボですね。2匹止まって、奥のトンボも釣られて飛びそうになりましたが、やめましたね。実は赤トンボという名前のトンボはいません。この茜属のトンボの総称と言われています。近くの池ではオオルリボシヤンマのメスが産卵活動をしていますね。褐色のボディに瑠璃色のラインが非常に綺麗なトンボ。ほとんど体半分水の中ですね。このオオルリボシヤンマのオスもなかなか動画で飛んでいるところ捉えられなかったので、静止画でお送りしてみます。さあ、オールリボシヤンマくん、その美しさご堪能いただけましたでしょうか。さあ、こちらも赤トンボを代表する夏アカネ、秋アカネとの見極めは非常に微妙です。まだまだ赤トンボの仲間たち紹介していきますよ。こちらはヒメリスアカネ。ひときわ赤い尻尾が目立ちますが、これ胴体も若干褐色がかってるのでコントラストが強いといった感じでしょうかね。逆立ちしてこちらもメスにアピールしています。これまたその違いはかなり微妙ですね。まだちょっと成熟していない黄色っぽい個体になりますが、こちら眉立て茜。顔の正面の口の上の部分黒くなっているのが特徴なんですが、後ろ向いちゃいましたね。この眉立て茜、胸の部分あまり黒い筋はっきり現れていませんが、これも特徴の一つですね。成熟したオスは非常にその赤い色も鮮やかになります。特徴的なのはその顔の正面なんですけれども、なかなかこの動画では顔の正面撮影難しかったですね。いずれこの茜属赤トンボの仲間たちは特集して紹介していきます。イタドリの葉っぱの上で一休み中は、前編の動画で紹介しましたオオウラギンスジヒョウモンのメスですね。オスに比べると若干くすんだような色合いになります。こちら葉っぱの間をもそもそ歩いているのはトノサマバッタ、日本最大のバッタですね。こちらはメスのトノサマバッタ、産卵場所を探しているんでしょうか。
エンマコオロギの鳴き声をバックに産卵しているのはこちら、ルリボシヤンマ。先ほど紹介したオオルリボシヤンマと非常によく似たトンボですが、別の種類です。こちらのメスは褐色のボディにライムグリーンのストライプ、これはこれで美しいですね。このオオルリボシヤンマとルリボシヤンマ、メスの見極めは非常に微妙なところもあります。このルリボシヤンマのオスも動画で飛行は捉えられませんでしたので、静止画でお届けしてまいりましょう。ちょっと草に紛れて見づらい写真が多かったんですが、なかなかこのトンボも美しいですよね。川のそばの鉄の欄干に巣を作っていたのはコアシナガバチ。ほぼほぼ子育ても終わっているようですね。この巣を使用するのもあとわずかといったところでしょうかね。ちなみに刺されると結構痛いです。さあ、2021年昆虫たちのアルバム最終バッターの登場。その名もキトンボ。キトンボとは言うものの、その羽も非常に鮮やかなオレンジ色に染まって綺麗なトンボです。他の赤トンボの仲間たちよりも発生時期がやや遅いので、本当の秋の終わり頃この綺麗な姿を見ることができます。それではまた。